皆さんこんにちは、山口です。お久しぶりです。今回ね、動画を撮り始めたのはですね、まあ他でもないタイトルとサムネイルを見てもらったらわかるとは思うんですけれども、この度山口智文入籍いたしました。イエーイ。というわけでね、私結婚いたしました。お相手はね、まあ動画には出てもらう一応予定はないですし、インターネットでね本名を晒して顔を出すっていうのは、まあ、危険も伴いますので、まあこの先どうなるかはわからないですけれども、今のところはね考えてないです。まあ何かしら名前を決めておかないとちょっとお話ししづらいかなと思うので、 A 子さんという名前で呼ばせていただきましょうか。で、 A 子さんとねお付き合いを始めたのはまだそんなに期間は長くないんですけども、まあ実は結論から申し上げますと、4月の25日にも結婚してまして、僕が入籍ね、入籍日は実は4月なんですよ。はい。で、まあ今が8月29日ですか。なんで4ヶ月ぐらい経ってからの、ご報告ということになってしまったんですけれども、まあいろいろありましてね、ご存知の方はいらっしゃるとは思うんですけども、僕ねずっとねこの左手の薬指にもうその頃から指輪してるんですよ。正確に指輪を買った日は覚えてないんですけど実はもう結構前から指輪はしてまして、で動画とか見てくださってる方ね、アップバンクのチャンネルとかでも、まあ、たまに指輪が映ることがあったんでコメントをしてくださってる方もいらっしゃったんですけれども、まあ今まで隠すっていうほどでもないんですけども、まあ公言せずにやってきたわけなんですけれども、 A 子さんと出会ってでお付き合いをしていく中でね、実はですね子供ができまして、はい、笑いながら言うことでもないんですけれども、はい、子供ができまして授かってね、はい、妊娠したんですよ、 A 子さんが。でできちゃったから結婚したわけではなくて、まあ結婚もしたいし子供も欲しいなと思っていた矢先に妊娠したので、結婚ね、これをまあいいタイミングやったというか、まあまあ順序はね、逆転してしまいましたけれども、 A 子さんに話があると言われてドキッとしますよね、やっぱ男としては。 なんやろうまさかみたいな。そしたらそのまさかで、子供ができましたと。でどうするつもりですかみたいな話になった時に、結婚したいし産んでほしいですと、僕の方からお伝えして、でもうすぐですね、ご両親にご挨拶に行ってね、お父さんにもうほんまに激怒されてぶっ殺されるんじゃないかと思いながら、もうスーツ着てね、しかもそのスーツもね、僕東京来て結構太ったんで、もうパツパツで、なんかもうお腹とかもめっちゃ苦しい、太ももとかもパツパツの状態で親御さんの前で正座して状況をね報告させていただいて、結婚させてくださいと、きちんとご挨拶して、住むとこどうすんのっていう話で、 A 子さんの実家が千葉なんですよ。で僕が世田谷に住んでて、その世田谷までね電車で2時間ぐらいかかる場所やったんですね、実家と僕のお家が。で僕が一人暮らししてた家が事務所までは、まあ、ドアトゥドアで、50分ぐらいやったんですけど、あまりにもねお互いの家が遠いし、やっぱり結婚するし子供を育てていく、まあ、これから大きくなっていくっていう考えると、家もちっちゃかったですしね、ワンルームみたいな家やったんで、ね、動画をご覧の皆さんはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、引っ越さないとねっていう話になって、でもそのご両親にご挨拶に行った、その日に駅前の不動産屋に行って、もうその日にお家を決めて、で帰ってきたのがもう年末ぐらいですかね、はい、多分ね僕がツイキャスとかの頻度が激減して、で動画とかも全くやらなくなったぐらいの時期が、まあそれぐらい去年の年末ぐらいかなと思うんですけど、年明け半月後にはもう引っ越しみたいな感じで、もう怒涛の日々で、その時は、まあ、年末の家の契約からまあ
ね、あの前住んでた家の解約周りとかで引っ越しの準備で引っ越しで、まあ、役所周りもろもろ、バーッと半月1ヶ月かけてやって、で今度引っ越してきたら二ほどきして、で今ね、この見てもらったら分かるようにだいぶ広くなりました家が。はい、まあ、事務所からはね、今片道、それもドアトゥードアで片道1時間半から2時間ぐらいかかってるんですよ、今の千葉の家からね。なんで往復で1日3時間から4時間ぐらい通勤だけでかかってしまってるんで、まあ、そういうのもあって動画を撮影する暇も作る暇もね、ツイキャスする時間とかもなかなか取れなくて全く苦ではなかったんで、それね、まあ一応僕趣味みたいな感じでやってましたけど、まあ一緒に住むようになってすごい楽しいですし、毎日でツイキャスとかね、半分僕が寂しくて誰かに相手してほしかったからやってたみたいなところもあったんで、一人がね二人で住むようになってすごい毎日充実してて、で奥さん毎日ご飯もちゃんと作ってくれて、で僕まあ、実を言うとですね、10年以上タバコを吸ってたんですけども、まあ、そのタバコも頑張ってやめて、毎日美味しいご飯食べさせてもらってもうね、もうそれこれも気づいてる方いらっしゃると思うんですけども、ブク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 太ってですね、完全に幸せ太り状態ですよ今。新婚にありがちというか、はい。で、まあ、あれよあれよと、まあ、同棲生活が始まって、結婚生活ですね、まあ、実家のお父さんお母さんにもお世話になりながら、なんとか2人で、今やっていってる状態でございます。前はね、家賃7万円ぐらい6万円ぐらいでしたっけ、確か家賃6万で、ワンルーム6畳、まあ、キッチン一応 1K という間取りですけども、ほぼほぼワンルームで、まあ、キッチンは廊下についてるみたいな、でユニットバスで、東京の小田急線の千歳船橋っていうところに住んでたんですけども、まあ、駅からも歩いて10分ぐらいですごいいいところに住んでたんですけど、今はね新宿まで1時間ちょっと電車でかかるんですけど、家賃7万で、1LDK になるんですかね、これ隣に部屋1部屋あって、でここリビングで、で後ろにね出窓のところがキッチンになってて、でお風呂も洗面台とかちゃんとついてて、で、トイレバス当たり前ですけど別で、お風呂も広くてすごいいいところに家賃7万ですけど住んでて、で駐車場も安くて、駐車場借りて、で車がないとちょっと不便なんで車も買って、はい、まあ、事務所からは遠くなってしまったんですけども、すごいいいところに引っ越してきたなと思ってます。家がねすごいいいんで、すごい家大好きになってます今。ほんでね、まあ、2人でお腹大きくなっていくお腹を見ながらね、楽しく同棲生活が始まって、奥さんのねその検診とかも会社たまに休ませてもらって一緒に行かせてもらったりとかして、なんかすごいなんか巷でねブラック企業やみたいな、なんかまあ半分ネタではあるんですけども、まあそういう扱いとかなんかそんな風潮みたいなのがあるんですけども、まあ、ホワイトですからねうちの会社ほんまに。はい、まあ労働時間ね遅くなる時もありますけど、遅くなったら次の日出勤遅くなりますし、はい、でちゃんと休みももらえますしね、しっかり休み取らせてもらえますし、そんなこんなで皆さん会社の人にもね協力してもらいながら、2人で頑張っておったんですけれども、それがですね昨日8月28日赤ちゃんが生まれました。いやー、もうこれがねもうほんまに嬉しくて、もうねそのだから赤ちゃんがねできて、その安定期入るまであんまり言いふらすもんじゃないじゃないですかね、妊娠したからってすぐに子供できたって言いふらすもんでもないし、でね安定期入ったからといって無事に生まれてくるとは限らないし、奥さんもね命がけで産むし、赤ちゃんも無事生まれてくるかわからないし、結局出てくるまではね、でいろんなまあ心配事とかもろもろがあって、結婚した段階で普通に結婚しただけやったらね結婚しましたって言ってもよかったかもしれないんですけども、なんかちょっと言い出すタイミングがなくてなかなか言えなかったんですけども、昨日8月28日に、女の子が生まれてきてくれて、で奥さんも
なんとか無事、なんとか無事でか、まあまあ無事で、普通にね、普通に、普通にか分からないです、まあ、すごい疲れてたしね、まあ、普通にとかって怒られるんですけど、まあ、奥さんもちゃんと健康で、で、赤ちゃんもね、健康に生まれてきてくれて、もうね、安心しました、すごい。で、赤ちゃんも無事に生まれてきたし、みんなにね、ちょっと、まあ、誰が望んでるか分からないんですけども、みんなにちゃんと報告しとこうかなと。なんかけじめじゃないですけど、うん、けじめっていうか、まあ単純にね、うれしくてね、まあ、早く言いたかったんですよ、ほんまは結婚したことも早く言いたかったし、赤ちゃんができて生まれるっていうことも言いたかったけど、やっぱりもうずっと心配で、なんかあったらみたいなのがあって、なんか言いにくかったとか、まあ、言い出せなかったんですよね。で、まあ、昨日赤ちゃん生まれて、で僕ずっとだから会社にお休みいただいて、昨日今日すいません、ちょっとお休みいただきますって言って、でお休みいただいて、ずっと立ち会い出産で陣痛室から、分娩室まで立ち会いさせていただいて、で赤ちゃんが出てくるところまでねいたんですけれども、もう奥さん最初はね、なんか余裕な感じでなんかピースとかしてたんですけど、やっぱこう見る見るうちに状態が変化していって、もう話す余裕もなくなって、で僕らの言うことも全然聞こえてない様子で、でもう痛さで体が震えて、で叫んだりとかね、痛いとかも一切言わずに、もうぐっと我慢して、すっごい偉い、すごい頑張ったなと思いました。で分娩室行ってからも一切叫ばずに、もうぐーっと我慢して、元気な赤ちゃんを産んでくれて、もうなんかあまりに叫ばないからそんなに痛くないんかなと思ったんですけど、でもやっぱりね、もうこっちの言うこと聞こえてないし、もう半分意識が朦朧としてる状態、なんか気絶する、痛い気絶する、痛い気絶するみたいな、なんかそんな半分そんな感じやって、で最後までねずっとドキドキしてたんですけど、なんかね僕もね不思議なもんで、赤ちゃんが奥さんのね、その僕は奥さんの頭側にいたんですけど、赤ちゃんがスッと出てきた時に、その時ねなんかねもうすごいスピードが速くて、もう結構出てきてるみたいな感じになって、でじゃあ産婦人科のお医者さん呼びますねみたいになって、で最初助産師さん一人だけやったんですけど、産婦人科の先生とか他の助産師さんとかがたくさんいらっしゃって、したと思ったらもう次の瞬間すぐ出たみたいな感じやって、でと思って、で僕ちょっとそのスピードについていけなくて、なんか若干唖然としたとこあったんですけど、なんかねその赤ちゃんを見た瞬間、なんか心配と不安と喜びと安心と安堵と感動みたいな、もう感情がもう一気にブワーってきて、なんか涙がブワーって溢れて、その瞬間に泣いてしまってね、ちょっと。でもうほんまにもう声を上げて大泣きしそうになったんですけど、まあ頑張ってんのは奥さんやし、でねえそこで赤ちゃんが泣いてるの横で僕が大泣きするのもおかしな話なんで、ちょっと頑張ってグッてこらえて、まあ、ちょっとそれでも涙は流れたんですけど、なんかねすごく感動しましたね。多分人生で一番感動しました。あんな瞬間的にいろんな感情が爆発的にブワーってきて、涙がガーって溢れたのは初めてだったんで、すごいねびっくりしました。でね、この感情をねいつまでも忘れたくないなと思って、まあ、忘れないうちにこうやって話そうと思って今動画を撮ってるんですけども、昨日生まれて今日で、で今日面会に行ってくるんですね。で3時から面会なんですけれども、もう今3時15分で、多分ね奥さん何してんねやろあいつみたいな思ってると思うんで、はい、で赤ちゃんにも早く会いたいしね、今日から母子同室で赤ちゃんとお母さんが一緒の部屋で、入院生活、まあ、日曜日にまた帰ってくるんですけど、そろそろね奥さんと赤ちゃんに会いに行ってこようか噛みましたけど、奥さんと赤ちゃんに、奥ちゃんって言いそうになった奥ちゃんと赤ちゃんに会いに行ってこようかなと思いますんで、はい。
皆様これからもねアップバンクと、私山口をよろしくお願いいたします。アップバンクをね応援してくださっている皆さんのおかげで、僕たちは生活できてますので、これからもね面白い動画を頑張って作っていこうと思ってますし、頑張って面白い動画を作るために多分僕のその趣味の方にあんまり時間を割く時間がないんじゃないかなと思うので、まあ、これからもちょっと動画はあんまり上げる頻度はそんなに上がらないかなとは思うんですけど、まあ仕事と家族を今は一番大事にしてこれからもやっていきたいなと思いますので、皆様ご視聴ありがとうございました。また動画何かあったら上げれる時間があれば上げたいと思いますので、見てくださると幸いです。はい、それでは赤ちゃんに会いに行ってまいります。さよなら。よっ、足がしびれる。